美生寛一郎から1868年9月13日は、江戸時代後期の土佐藩士、林正太一番司令、団禁隊隊長、美生立て身とも表記される。土佐藩医師、下村厚司祭の次男として、高知城下南方向人町に生まれる。男気があり、里市にして、鋭敏な人であったという。1866年。 高知城下南武行町の土佐半死美生家の養子となり同家を継いだ。意味名は、県心1868年1月、俗軍討密のため、伏見の合戦に参戦し、京都での土佐半春正隊の編成に際して、一番司令に任せられる。3月7日、官軍和や正隊の一番司令として、母親戦争を戦い抜くため京都を出発し、東西の都に着く。 3月28日、春正体が、甲府城を無事に保護するや、老子係探索役を仰せつけられる。1868年3月、甲州の旧武田家臣の子孫らが、同じ旧武田家臣の子孫である、板垣大介の徳を慕って名乗り出るや、これを集めて、遊撃隊を組織し、5月1日、江戸に転じて後、この部隊を、団禁隊と名付けてその隊長に任ぜられた。 1868年6月11日、日光の今市で合戦し、転じて北上する。当時、三春藩は大売れ藩同盟に加わっていたが反論は二分しており、三春藩の実力者である、河野茂衛門や河野広からは、密かに使者を仕立て官軍総督の板垣大輔らと愛藩の基準を申し出ていた。一郎は、三春城の無血に尽力して、 三春藩は7月26日に同盟を離脱し、これによって三春藩は俗軍の汚名をこむることが防がれ、さらには三春が戦火にさらされることも避けられて多くの人命が救われた。会場の後、三春藩は菅一郎の功をしたい大流を求めたが、菅一郎はこれを誇示して俗敵のこもる日本末城攻略のため高木へ向かう。 1868年9月13日、増水した阿武熊川を渡る際に、鉢巻を巻いた頭に、日照旗を立てた九龍に飛び込み歴史。し、去年25、寛一郎の打ち死に後は、尾崎彦四郎行政が団禁隊の隊長となりさらに、転戦を繰り広げた。寛一郎の墓は、受け伝寺や騎堂にあり、また、高知の微生化歴代墓所にも墓が混流された。例は、 安国神社並びに、高知県五国神社に奉仕された。また、徳をた,たえて、美生寛一郎聖徳碑が、三春城内に建てられ、さらにその功を忍び、神社が創建されたが、後荒廃して取り壊され、代わりに1984年12月、美生寛一郎立神の碑が建立された。ありがとうございます。